今宵のご飯はランララン、ラン二頭丸ごと、ふうふうふう。あの奥方殿を人質にして前田を東軍に組み入れる。それを手柄に我が輩は家康君に一目置かれ奥州を頂戴する。さすが我が輩、見事で素晴らしい策。さあ誘拐されてくれたまえ松殿、我が輩の超絢爛隠密行動開始。前田の本分とは、1に待つ、2に待つ、3に待つ。前田利家、最も大切なものを守ろう。この命をかけて。ああ我が輩よ、人目を忍びたいのにどうして気品があふれ出てしまうのだ。おーい、そこの人、前田に何か用向きか。無視無視。お前、この辺りじゃ見ないヒゲだな。そうだろう、我が輩自慢の。つい答えてしまった。我が輩のお人よし。我が輩は怪しくもなく名乗るほどでもない、通りすがりのとっても素敵な紳士だよ。前田の本分とは、1に家、2に武芸、3に犬千代様にござりまする。前田利家が妻松犬千代様のあるところ。松、素敵な紳士だぞ。まあお初にお目にかかりまする。松、こちらの人はな、って誰だっけ。我が輩かい。人呼んで素敵紳士。おい紳士の国から来た素敵な武将だよ。我が輩には知恵がある。天は荷物をなんとやら。困ったぞ、もう飯がない。ああ、たとえよもなき一大事。いざ、あの場所へ。まず、飯だ。遠い国の素敵紳士をもてなすぞ。はい、ただちに。ねえ、つままれたかい。待つかな。嫌ですわ、犬ちよさまったら。紳士の国ってどんなところなんだ。毎日朝から紳士大将に紳士比べに紳士相撲、紳士おやつに紳士宴会の紳士天国だよ。我が輩はお忍びでさすらっているのだよ。出会った人には即挨拶、お忍びの基本だね。その通りだな、改めてよろしく。とは貴公らも運がいいね。記念に署名入り。
色紙をくれてあげよう。待つ、鍋敷きもらったぞ。ありがたく頂戴いたしまする。あ、後ろに雲だなんて嘘である。ヒゲの手触りで雲行きの予知もできるのだよ。明日は我が輩の出世を祝う日本丸だね。我が輩を応援したい者は続きたまえ。我が輩、我が輩。そこの茂みに蝶々が住んでるだろ。我が輩のヒゲが気に入ったようでね。ほら止まった。無邪気なアゲハにござりますれば。今日来たばかりの人に懐くなんてすごいな。湯気が待ち遠しくてたまらないよ。奥方殿の煮しめは大変おいしいからね。ありがたきお言葉にござりまする。ですが何故松根の献立をご存知で。きっとうますぎて噂になってるんだな。素敵紳士に憧れるならこれをくれてあげよう。我が輩一押しの超上品鋭利つけヒゲだよ。うわ、やったぞ松。正真正銘の素敵紳士ですよ犬千代様。なんかこの間殿がしょぼくれてたんだろう。してもいないつまぎ食いを怒られたってさ。松様怖え。ところで我が輩の替えの草履を知らないかね。我が輩のお出ましだよ。胴上げでも何でもしてくれたまえ。やっぱりヒゲがあると暗闇でも歩けるのかな。犬千代様、ヒゲと触覚がごっちゃになっておりますれば。よい知れたまえ。うちの子ヒゲが蝶々の霊見たって。怖え。ヒゲが蝶々、ある意味怖え。ヒゲ部門ではね。ところで紳士ってなんだ、偉いのか。いかにも紳士は偉くて優雅。ピーンと尖ったヒゲが
紳士への第一歩さ。それがしのヒゲ、伸ばしてみようかな。伸ばさないでいる理由が全くないね。スカウト前後ばらまいて頑張りたまえよ。我が輩による我が輩のための我が輩だけの絵巻、それが我が輩絵巻。塗りたいだろ。最近うちの寮内出るんだって。夜中に茂みから声が聞こえたって怖え。ああ、戦場の視線を集めてしまう我が輩。それでも斬る我が輩。罪作りな我が輩。おひげにも寝癖はつくのでござりまするか。いかにも。うつ伏せに寝るとペタッとなるよ。見事に尖ったおひげ、まるで栗の伊賀のよう。いかにも。顔を洗うとチカッとするよ。俺としましては倒しすぎだと思います。ショック、しっかり身代わりになりたまえよ。ステキ紳士の掟さん、人情話で隙をつくべし。みんな腹が減って力が出ないのか。無理に勝る宝は一切ないね。まったくもっていい香りだね。それがしはもうダメだ。犬千代様、ごっちゃになっておりますれば。いきなり何ぞ。あの夫婦はすっかり我が輩大好き。直接東軍に誘っても問題ないと見たよ。今なら漏れなく東軍の副将だよ。副将？我が輩に決まってるじゃないか。それがしは東軍にも西軍にも入らない。前田は中立を貫く誓いを立てた。素晴らしい超紳士特別待遇だよ。前田は人を虐げる戦には加担いたしません。東軍に入れば漏れなく得点満載。さらに今なら手間賃は我が輩が負担。え、得点でおまけか。犬千代様、おまけに引かれてはなりません。東軍の得点は1に米、2に野菜、3に我が輩。なんと、なんと、
恐れがしい。ツボを疲れた。さんの素敵な我が輩に夢中なのだね。お米にお野菜とは一大事にございまする。常に極まれた我が輩が待ち合って。さあ道を開けたまえ。我が輩に近づくと呪われてしまうよ。実はさっき草履の鼻緒が切れてしまってね。トシエ君、闘軍に参加するね。それはできない。お断り申し上げます。目下の悩みだね。この我が輩がここまで頼んだというのに、もう我慢の限界だ。いでよ我が輩の超踊竜角ありゴーゴーゴー。松殿を捕らえるのだ。出てくる場所が違うではないか。ゴール！